はい、島村楽器甲府商店の坂本と今村です、はい、今回は、アコースティックギターの、K.I. リの紹介の動画になります。 K.I. リは、岐阜県で作っている、完全ハンドメイドのアコースティックギターメーカーになります。マーチンやギブソンの、コピーモデルも出していますが、 K.I. リオリジナルのボディ形状のものも、製作していまして、かなり販売している種類も多いメーカーになってきます。日本製のアコースティックギターが欲しいっていう風になってくると、まあ、絶対この K.I. リっていうメーカーの名前が出てくるぐらい定番なメーカーになってますんで、まあ、どういったところがいいのか、そして細かい仕様とかもぜひちょっとじゃあ工場見学に2回行ったことがあるって言ってる今村さんの話をぜひ聞いてみたいと思います。いいポイント一つ目、永年保証になるんですけど、うん、K.I. リのギターってどんなに古いものでも基本的にメーカーが保証内で修理してくれます、まあ、もちろん有料になることもあるんですけど、ただまあ、有料になってもかなり金額が安くて、我々としてもすごいやりやすいというか、ね、はい、案内しやすいというか、そうですね、案内しやすいですし、うん、っていうのがまあ人気な一つ目のポイントになってきます。二つ目の良さはネックの握りやすさとかですかね。ヤエリって、まあ、その実際に工場見学行った時に見てたんですけど、ネックを削る専門の人がいて、でネックのシェイプのこういう型っていうか定規みたいのがあって、このモデルはこのシェイプみたいの決まって、それをシャッシャッシャッってそう削ってて、それをもう全部手作業なんですけど規格通りに作り上げてるっていうので、すごい細めに作られてたりとか、カスタムモデルとかになればお客さんの要望に応じて太めに作るとかっていうところもしてるので、そういう演奏性がすごい高いのかなっていうふうには感じます。結構 V ネックなイメージなんですけど、そうですね、最近のやつは結構細めで V ネック UV とか VU とか、うん、って感じですよね。オープンコードとか弾くとき触るとかなりこう手に馴染むような感触が、うん、ね、はい、あるんじゃないかなと思いますね、うん。まず今ちょっと話出てきましたけど、オーダーをやってくれるっていうところもすごいいいポイントかと思います、うん、そうですね、昔その K.I. リでオーダーの見積もりを取ったことがあるんですけど、ヘッドがフェンダーみたいな6連ペグで指板に名前を彫りたいと、ほうほうほう、でなおかつバインディングも貝を全部入れてほしいけど、うん、でも普通のラインナップにはもう絶対ないような指板ギターを出してるお客様がこう聞いた時に、うん、これできないんじゃないかと思ったんですけど、聞いてみたら、あ、全然いけますって営業って言われて、すごい、すげえ、なかなかない、はい、思ったことはありますね。あとやっぱりその海外の、アーティストにも使われてるっていうところも一つポイントだと思いますね。アルバレス・ヤイリそうですね、うん、っていう名前で一応海外だとこうブランド展開してるんですけど、ポール・マッカートニーとか、イングウェイとかにも使われていて、国内だけじゃなくて海外でも人気があるメーカーっていうのもやっぱり押さえておきたいポイントかなと思いますね。あとよく言われるのが K.I. リと S.I. リっていう、ヤイリ・ヤイリっていう2つのメーカーがあるんですけど、どんな違いが？過去、まあ、1970年代ぐらいの頃は、八入和夫さんが K.I. で、八入貞夫さんが S.I. で、兄弟だったんですよ。名前覚えてるんですか？そうです。そう、それで最初は兄弟がやってた会社で、そこまで品質も両方とも国産だったんですけど、今の S.I. っていうのは基本的にはまあアジアとかの生産になっていて、もう前の S.I. とか今の K.I. とは別の会社ですよっていう感じで使われてはいます。要はもう完全に別会社、そうですね、完全に別会社になってます。はい、高校2年生の時に山梨の甲府始発で出て岐阜県の蟹島で電車で行ったんですけど、まあ、まず大のストック量がすごいでっかい倉庫があって、その中に全部材料のストックらしくて、まあ、それに加えてあとは面白かったっていうか、材を作り始めてから保管するその湿度とか温度をもう完全に管理してる涼しい部屋があって、うん、そういうところでちゃんと作る前には一度保管して反りとかの状態を見てから作るみたいな感じになるらしいんです。であとはよく言われてるかもしれないんですけど、ヤイリってギター完成した後すぐ出荷じゃなくて、なんかすごい爆音
で音楽を聴かせてるんですよ。ベートーベンを聴かせてるんですよ。そう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 なんです。防音室みたいな二重扉のところがあって、ここで音楽聴かせてるんですよって言って、ドア開けてるとブワーンって音量がすごい、クラシック音楽聴かせてて本当に聴かせてるんだっていう、音を聴かせて振動させやすくするっていう意味合いではすごい有効的なのかなとは思うので、いい取り組みっていうか作用にはなるのかなとは思いますね。では、音の方をどうぞ。僕もヤエリ1本持ってて、トリニティっていう80周年記念のやつを買ったんですよ。材がサイドがボリビアンローズで、はい、バックがマホガニなんですよ。意味わかんなくないですか？サイドとバックでこう材が違う材なんですよ。珍しいですね、タイプ。あんまりないですね。工場見学行って、はい、それを見つけて、なんだこのギターってどんどんのめり込んでって、はい、すごい欲しくなっちゃってそれで買ったんですけど。え、その場で買ったんですか？その場でです。そう、すげえ。ヤエリってその全モデルがその工場行くと展示してあるんですよ、はい、気に入ったやつはその場で買えちゃうんですよ。なるほど。うまいですよね。工場見学がまあ2時間とか3時間ぐらいして、その後まあ自由に見てってくださいみたいな感じ、はい、3時間ぐらい引き倒しましたからね。半分それ迷惑。そうそうそう。いやでも、いやこれそういたからこそ、もうこんだけいたからにはもう買わなきゃいけないかなって。そうね、これもうつまり皆さんも工場見学にぜひ行きましょう。そうですね、もう、はい、本当にお買い得なものもあったりするみたいなので。みたいです。そう。ということで、KIDの紹介動画でした。また次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。